新企画モノマネアキネータークイズ。どうも原口あきますです。モノマネとかやってます。はい、新企画何ですか、アキネータークイズって。原口さんのモノマネレパートリーの中から一つこちらが設定いたします、うん、それを原口さんにイエスノーで答えられる質問をしていただいて当てていただくという。あ、質問はできるの、こっちは。はい。でもモリモリが魔人だってこと、そのアプリでいう魔人役ってこと。そうですね、はい。無理だね。どういうことですか。いや無理でしょそんなの、はい、魔人役なんてやったことないでしょ。だってちょっと声出してもらって、ちょっと声出してもらっていい。いや別に魔人です。お前ふざけんなよ。だって急に言うから気持ちが全く入ってないよお前。あ、どういうことですか。思い出した。ちょっと待って、はい、子供たちがお風呂場でやってたやつかもしれない。あ、やってるかもしれないですね、はい、自分の中で思ってるものを答えにして、それを質問して答えさせてってやつだよね、お風呂でやってるやつは。ああ、そうですね。ね、はい、ああ、そうですねって一緒にお風呂入ったことねえだろ。今子供と そういう説明してるから多分そうだろうなって。うちの息子たちはその状況見たことねえだろ。見たことないですよ、そんな。もしそれを見てたとしたら当たり前じゃねえからな。いや、そうですよ、当たり前じゃない。当たり前じゃねえからな。もう、ねじ込んでくるな、当たり前じゃねえからなを。まあでも、結構分かりやすいと思います。原口さんのレパートリーの中なんで、うん、もうそれだけでももう、かなり絞れてますからね。だから俺のレパートリーだって200あんだぜ。はい。そんな200あるうちから選んだものを当てれるかね、私が質問だけで。いや、そういうゲームなんですよ、そういう。当てれなかったら何かあんの。じゃあちょっとした罰ゲームを。罰ゲームか、もうやめないですよ、なんかゲームでさ、なんかで達成できなかったら罰ゲームだ。もう令和だぜ。どうぞ。何すかこれ。30万円貯まる貯金箱です。500円玉600枚入れたら30万円満杯になったら貯まるという貯金箱で、もし今回当てられなかったらそこにお金を入れてもらいます。貯金してもらおうかなって。これは後々この YouTube のために何かしら使いたいなという YouTube です。だから罰ではないですよね、結局このチャンネルのためになってる。もうちょっと入ってますよ。大丈夫ですか本当に。これ本当に YouTube に使うんでしょうね。あなたのなんか飲み代に変わりませんか、これは。ご飯代とかに。そこはもう信頼してくださいよ。資金には使いませんね、何も。今募金にはシビアですよ皆さん。大丈夫ですか。いいんですかそんなこと言って。お願いしますよ。はい、着服しないですから、お金はそんな広げないでいいですから。まあでも無限に質問できたらまあ確実に当たっちゃうんで、質問は5問にします。5回質問して当ててください。難しいよ5問は。ということで、じゃあまず今回の答えをじゃあ視聴者の方に見せます。もう視聴者神かけてたけど大丈夫か。はい、視聴者の方に見せます。こちらです、今回の答え。はい、字汚かったでしょ。字汚かったでしょ。僕この人のカンペ読めなかったんですよ、ずっと仕事でトーク。もうカンペ出されても字汚い上に細かったって今。っていう今の方が答えですね。はい、なるほど、当てていただくと。分かりました、視聴者の方も分かるってことですね。そうですね、分かりました。これで、まあ、答えを変えるとかズルはできないっていう、はい、分かりました。じゃあまず1個目の質問。男性ですか女性ですか。男性ですか。はい。そうです、男性ですか女性ですかで、ね、イエスかノーで答えられないじゃないですか。すみません、まあまあ最初だから。ちょっとすどんな感じかね。男性ですか。はい、はい、男性です。でもこれ原口さんのモノマネレパートリーほぼ男性じゃないですか。でも女性ですかで、ね、はいだったらもう何人かに絞られるから。かなりそうですよね。そうですよ。じゃあ2個目の質問いきますか。芸人さんですか。いいえ。お、これ結構絞られるぞ。俺芸人さんのレパートリー多いから。あ、確かに芸人さんじゃない、そのイメージ多いです。芸人さんではないです。 あと3つしかできない。あと3つで当ててください。あと3つしかできない。はい、きついな。3つ目ですもんね。じゃあ3つ目お願いします。キラーフレーズ持ってますか。うわー、キラーフレーズ、僕が必ずやるときに、はい、その方のモノマネをやるときに言う決まったセリフはありますか。はい、これは何とも言い難い、イエスノーで答えにくいなっていう、まあ、ちょっとこれもヒントになっちゃいますよね、はっきりと言えない。まあ
でもイエスかなっていう。まあイエスかなって魔人が答えますか？難しいですイエスかのはっきりしてくんないと魔人が。最終的にはイエスですけど、結構主観的なものも入ってくるじゃないですか。あ、そういうことか。なるほどね、わかった。なんで魔人が迷ったかわかったわ。これ次4つ目だよね。次4つ目です。顔真似中心ですか？いいえ。くそなんか想定してた人がいらっしゃった。くそ、喋り物まねの人で芸人さんじゃなくてあまり決まったフレーズがない。俺そんな人やってたかな、物まね。わかりました。じゃあ声の質ですが、はい、ハスキーボイスですか？いいえ。あれ、これ質問終わりじゃないですか？もう終わりですこれ、わかりました。いや、わかりました。男性、はい、男性でしょ、はい、芸人じゃないでしょ、はいはい、ね、で、うん、キラーフレーズがある。ある、あるっちゃある。顔真似中心ではない。はい。で、これハスキーではない。はい、わかりました。もう分かりました。あ、本当ですか？はい、はい、じゃあ答えをお願いします。無限の彼方へ、さあ行くぞ、所ジョージ。違います。全力でやった俺が恥ずかしい。全力で違う。違う。あ、確かにでも当てはまりますね。所ジョージさんじゃない。違います。ちなみに答えはユウスケ・サンタマリア。ユウスケ・サンタマリアか。ほとんどやらない人。やってないっすよね。なんなら堀のレパートリーだよ。ポガラ、ちょっと待ってよ、ねえ、あつっ、いた、くそとか言って、そのぐらいだもん。あ、そうなんですね。強しとか言ってるイメージがちょっとあって。強し、あのフレーズとして。ユウスケさんやった声がもう信子も吉村だったもんね、俺もう今となって。ちょっと待ってくださいよ。もうユウスケさんの名前じゃなくて、もう信子も吉村の方になっちゃってる。そうか、強し、強し、いて、やっべ、くせって。あ、そうか、違ったか。くそ、罰ゲーム、じゃあお願いします。じゃあ、はい、一枚入れます。はい、コツコツじゃあ貯めていきましょう。コツコツ貯めていこう。ちょうどいいです、ちょうどいいです。500円、絶対次は当てるぞ。はい、ここでお知らせでございます。東野浩二でございます。荒口明正くんとミラクルヒカルちゃんと小賀修くん、タムタム、荒牧陽子ちゃんとかみかんちゃんとかビーズのモノマネするなすみさんとかがですね、やるライブがございます。 HRF でございます。原口ロックフェス、こちらを行います。大阪でジャンルを問わないエンターテイナー爆笑規模のモノマネロックフェスでございます。松下 IMP ホール、9月28日29日、チケット発売中でございます。そして、名古屋もございます。名古屋が10月18、19、東別院ホールで行いますんで、皆さんぜひぜひお越しください。名古屋の方は金太郎ちゃんも出ます。ゲストは日替わりでございますので、皆さん随時チェックしてください。よろしくお願いいたします。東野浩二でございました。